ロッチちゃん、今日は一体何をやるの？コンビ愛を確認しろ。コンビ、誓いの結婚式付けだ。やばい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 。おい、聞いてた話と違うわ。やばい。え、お前なんて言った今？いや、コンビ愛を確認して。いや、そこまでよかった、なんか、誓いの結婚式スペシャル。キモお前。配偶者って言われるからね、時にして。言われねえよ、コンビっていうのは。言われねえよ、誰が言ってんだよ。結婚式みたいなもんだから、もう俺がちぎり交わした。え、コンビ組まねえって言った時に、ほぼあの婚姻届みたいに出した。そう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 。しょお前、考えで、1本目の値段の時に本当はバンバン最近離婚してんぞ確かに、尋常じゃないスピード。尋常じゃないスピードで、最後にあのね、一本目の触ってどうだったみたいな感じで喋り合った後に、じゃあ分かった、誓いのキスなって誓いのキスするのが俺本来の流れだと思うんだよ。やっぱコンビって結婚式で俺らネタ一本やって受けるか受けないかで、そのやっぱどうするか決めて誓いますかっつって新婦さんの前でキスするのが。で、ここでラジオでやるの？まあ遅くなってたけどね。いや、早くから遅くからじゃない。キスはあれよ、もうさすがにだし、ラジオだからお互いキッてやればいいだけよ。それはもちろん。いや、違う違う違う、やったフリでもいい。いや、そんなんやりたくないの俺。え、じゃあガチで今日何？じゃあ俺が逆に振るよ。何？ハルト君、今日何するの？コンビ愛を確かめろ、マジエッチ。じゃあやんない。だって俺、そう急に振られても、その系統しかないから俺持ってるもん。じゃあその二人の思いだ。二人の思い。本当にやりたかったことよりもこっちやりたかったって話。じゃあ本当にやりたかったことよりじゃない。じゃあ本当にやりたいかったことの方がいいね。じゃあやってきます。マジエッチって言ってんの。しかもこんな普通にね、なんかワードも凝ってないしね。全然だってその言うと思わなかったんだから全然パッと出なかった何も。じゃあ普通にやっていきましょうか。ドライブじゃあお前がそっちに勝ち気になる。じゃあ今日何やんの本当に。だから今日やるのは、ロキちゃんがねずっとやってるユニゾンエアっていうゲーム、あとのトークでもたまに出てきますよ。ユニゾンゲームっていうゲーム。ユニゾンエア、ユニゾンゲーム、ユニゾンゲームで合ってんの？ね、ユニゾンゲームって二人でやる。いや、これもうキスするつもりだったから、もう手とか震えちゃってて今。緊張すんなって、いつもいるだろ、いつもしてるし。あーやばいって、なんでお前風外れたんだよ。どこでだよ、1本目の2本目からどこで風外れたんだよ。いいだろ、いつもしてんだから。キスぐらい。いや、そのユニゾンエアの、ね、2人でいつもガチャがめちゃくちゃ盛り上がるじゃない。あ、そうね、本当に2人の時で、ね、そうで、今日ね、本当にハルト君が、ね、携帯ぶち壊してデータをなくしてしまったからね、今日2本撮りしなきゃいけなくて、2本目どうするって、じゃあ、ね、ユニゾンエアのガチャ、あ、ゲームの、スマホゲームのガチャですよ。まあ、いつもマジで楽しいもんね。そう、楽しいんだよね、本当に。で、その、あなたより俺の方が引きいいっていうのもあるし、ね、そう、まああれですよね、桜坂46、今のね、ああそうね、日向坂46の音ゲーですよね。そうね、それのガチャでメンバーの強いカードを当てるみたいな感じで。お前いいよな、やってくんでガチャを、頼むね今日も。いや、マジありがとう。頼みますよ、じゃあいきますよ。出るタイミングあるからね。あ、それ言うけどな。そう、タイミングある。じゃあやっていきましょう、せーの、ちょっと待って、僕らは歩みを止めないラジオ。いや、そんなのね、言われなくても分かってんの、こっちも。え、何が？そう、あなた、ね、今、CM 中？俺ら CM ね、大塚製薬さんの CM。あ、これ大塚製薬の曲なの？妹を作った？その間にあなた言いました、僕に確かに。なんて？なんでいつもこれ、時間流ししてるけど、前回は編集でこれを入れ込んだと。あ、まあそうね。で、そっちの方が、その編集の方が良かったんじゃないって。うん、分かってます、そんなの。うん、こっちだって。うん、でも、うん、あなたが大変かなと思って、それを俺を目つぶってずっとこうやって来てんだよ。あ、でもね、優しさだよ。でも一番大変なのはそこじゃないから、携帯使えない書き込みっていうか、なんかその時間がそう大変だ。俺もやってるから、あの時間は。あ、じゃあやってないお前は。じゃあ俺ニャカニャカニャカラジオでやってるから。あ、そうか、あなたニャカニャカニャカラジオやってる。いや、そうだ、俺、あ、そう、ニャカニャカニャカラジオでさ、今度俺ゲスト呼ぼうと思って。じゃあいい、その話お前ゲスト俺呼ぼうとすんなよ、頼んだ。で、そう、前回ね、ネタ書かない方が大変だった。違う。今、俺、なんて言って入ったっけ、これ。今日、ユニゾンエアのガチャ引いてこうで入ったじゃん。ガチャ引かないね。俺ら遅いね。本題入るまで。長い。最近だよ、最近。長いね。いや、なんか最近のラジオはちょっとこういう遊びなかったなと思って。あ、そうなんだ。あ、まあ、そうね。ちょっとガチャ引いてこう。楽しくやってた。あの、ガチャをね、引いてくんですよ。で、ガチャって、まあ、10連。うん。で、今回のガチャは、復刻ガチャです。
あ、そうなんだ。これがその僕のカードを強くするために、あ、デッキを強くするために必要なカードが結構入ったりする。あ、そうなんだ。で欲しいからぐらいでいいけどな、もうあなた熱すぎて。あ、そう。あ、じゃあその思いがよ、キモこいつ。ツイッターで情報調べてんじゃん、何が欲しいとか。ちゃんとキャラのあれしろと思って。こいつやば、ユニゾンエアーしかやってないじゃん。だってライブ帰って暗記しとけよ。だってその出るのなんかわかんじゃん。そう、お前ダメだよ、怠惰怠惰。それユニゾンエアーに対して失礼。俺だったらね、なんで熱いなこいつ自分やってるゲームになんで熱いんだよ。俺ユニゾンエアーの会社だったらお前アカウントバンサしてるよそんないや基本的に強くしたいカードは欲しいよやっぱり。これ2枚さ出たりしたらさ全然意味ないの。は？だ、同じデッキに2枚とか入れれないんだ。あー意味ないね。あ、意味ないんだ。同じカード出ても本当に意味ない。あ、そう。じゃあ別のキャラ、新しいキャラの方がいいんだ。かぶりはマジで良くなくて、強いのが欲しくて。でランクが SSRS。 あ、そうね、 SSR、 R、 SSR。で、 SSR が SSR プラスに進化させるために、うん、そのカードが欲しいと。あ、これ誰欲しいかな。いや、ごめんけどいないの、うん、いないなら今日やめな、やめなよ。なんで？そう、違う違う、欲しいカードないんだけど。え？その、全部欲しいのよ。あ、そんな出てないの？カードの強さを底上げできんのよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、だから、そう、持ってるだけ。もう、それが欲しいんだよね。C っていうと、あ、じゃあ幅広く出てほしいんだ。そう、幅広く出てほしい、特に今回は。だからちょっと どうする。だからこれ30連で1枚、うん、あの確定の SSR が確定するから。おお、いいね。で今ね、うん、これだと何回引けるんだ。これ410連ぐらい引けます。すごいなお前、まあ、ガチャでそんなため、無課金でしょそれ。しかもあー、ここまで来るのには無課金。でも俺このガチャしか引かないのよ。あ、ガチャ、正直。そう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 、復刻ガチャしか引かない人なんだ。いや、そう、あの強くするためにはこれで十分なのよね。あ、すごいね。ちょっと今ガチャの設定を変えます。でもユニゾンエア今回好きな人意外と聞いてんだよ。画像載せる？なんかちょっと待ってね。何それ、いいの？集中してすぎて画像。あ、ごめん、無理かも。あ、写真一回一回撮ってみようか。そしたら、あ、でも俺携帯持ってないから、スクショでいいかも。そしたら、あ、スクショでいいじゃん。一応撮っとく？それ。あ、スクショ撮っといても。あ、いいね、それ。いや、ちょっとワクワクしてきた。ワクワクしてきた。今回そしたら410連ぐらいしてできるの。え、なんでワクワクしてきた？いや、そのガチャっていう要素楽しいな、何のゲームでも。あ、そういうこと。俺と一緒に入れるのがウキウキしてるわけじゃなくてね。お前とずっといるのも楽しくない言っちゃったこいつ。いや、そのあれよ、言い過ぎてよ。誰も手出してないこと言っちゃった。新しい方面からロキちゃんのこといじっちゃった。いや、みんな言ってるよああ、そう。うわ、泣いちゃうって。そんなこと言われたら嘘だよ。ガチャ前に、ガチャ前に、ガチャ前に泣くのちょっとやっごめんね。じゃあ席はいるか。何のキャラが欲しいの？でも何のキャラが欲しいとかないけど、ニューの SSR が欲しいだったね。欲しい。そう、新しい SSR がめちゃくちゃ欲しい。どちらか、日向坂、桜坂、まず。何パーぐらいで SSR って出る？ああ、そうね。それも言っとかないと。お前、フォローいいなぁ、さっきから。いいフォローするなぁ。ありがとうございます。何パーだ、でも。あ、テイク悪い入るわ。あ、6%。SSR。結構高いんじゃない？え、それ高いの ?6% って。え、全部で22枚。え、だって100分の6よね、6% って。そう、ね、当たり前だけど。そうね、そうね。これが22枚。あ、22枚なの基本的に。で、そうね。あ、桜坂が22枚、あの、うん、新しい SSR があって、で、日向坂の方だと20枚だ。率は一緒、やっぱり 6%。 いきます、どっちからいきます、とりあえず。じゃあ、そのあなたがより欲しい方からでいいんじゃない？ OK。まあ、思ったよりも寂しくない桜坂だと、そのね、桜坂の3ステップガチャと、日向坂だと、声の足跡の3ステップガチャと。それ誰がわかんない、3ステップガチャとか。3回引いて1回ね。ユニゾンエア知ってる人聞いてんじゃないって言うから。あー、ごめん、ありがとう。どっちか、じゃあ、OK、わかった。声の足跡から行こう、日向坂から行こう。じゃあ、え、俺から引くの？あ、1回ずつ交互に引くの？3回ワンセットで行こう。あ、3回ワンセットで行こうか。あ、そうしよう。結構贅沢だね。じゃあ、ちょっと長文とかあるよ。何枚ニューを出せるかわからない。あ、そうね。そうね、じゃあ俺から引くわ。そしたらあなたはなんか俺の携帯触りたくないみたいなこと。いや、そんなことねえ。まずいった、いきます。まずはワンステップ目ロードの時間長ければ長いほどっていう俺らの考察はあるけど、ね、まあどうですか。マスのリースはありませんが、ただこれは悪くないじゃないですか。あとは泣かし次第。あ、これ来るんじゃない人。いや、どうだろうな。人来るか。人来ると確定ね。確定演出。皆さん見えてないかもしれないですけど、あの僕ら、あ、あ、きついわこれ。
僕らの盛り上がりだけでもちょっと聞いていただきたい。いやーこれ無理だろうな。だ RRRRR0 枚今んとこね。でも昇格もあるから飛ばし以外のレベルよこれ。あ、じゃあ飛ばそうか。飛ばそう飛ばそう飛ばそう。はい、ダメ。いやーきつ。はい、10連目ダメ。うわやば。1枚も 6% を引けない。終わりっていうね。そのこういうさ煽りもさ大切だよ。ガチャだって勝負なんだから。こう負けな方で。あ、マストリーツ来た。これいけない。これいけるよ。いやこれ1枚確定だと思う。いやそうね、これ1枚はいかない。こんなに派手な演出は。そうだね。スクショ撮った。なんであ、この上いらない。何枚入れたの。あ、そういうこと。あ、そういうこと。あ、マイカ、それやってもいいかもね。いやでもこれ絶対いるよ1枚は。あ、そうか、スクショ忘れてた。確かに。おい、2枚えぐいわこれは。じゃこの結果スクショしましょう。今のスクショした方がよかったのかな。まあいいか。えぐいな、お前2枚。え、だって、おー、びっくりした。ただ分かんないよ、匂いか分からないよ、本当に。で、こっからでしょ。うん。持ってるやつもあるんだ。何枚か。でも少ないよ、めちゃくちゃ。いや、この後よ。この後だね。うん。いや、いいな。あ、いい音するな。よーし、よーし、いいぞ、いいぞ。ちょ、お前が匂い出したらさ、俺匂い出しにくいっていうのはあるじゃん。違う。あ、先だから。まあ、有利な先行渡しちゃって。よっ、まあ、えぐい。いいね。あ、これ強いわ。ニブちゃん強い。2分の2でニューはえぐいな。金村とニブちゃん。あ、これめちゃくちゃいいんじゃない。え、ここで。ここじゃない。お前そのタイミングベタというか。タイミング変なタイミングでスケジュールしちゃった。うわ、すごいね。まず1回目ね。うん。スクショの音いらんのよ。ラジオで。今撮りました。じゃあいいじゃん。じゃあはい。まあ、ニブあかりの声のアシャートと金村美久の声のアシャート。で、次確定。ニュー当たりました。次1枚確定。まあ、いいな。1回目忘れちゃった。確かに1回目のハズレすごいなお前。いやいいな、これ確かにね。まあまあ、これ確定だからね。ニュー2枚当てればいい方だからね。3回引いてラジオ。あ、いいよいいよ、この演出いいよ、この演出いいよ。30連でニュー2枚はいい方か。うん、しかもそのやっていけばやっていくほど。まあでも今のところ1枚。まあ今のところ1枚か、一番最後ね。まあ昇格全然あるからね。あ、飛ばしてもいいよ。飛ばしてもいいな。ちょっと時間なくなってきたかもしれない。お、ニュード。そうだね。はい、ミレーパーン。佐々木ミレーパーン。すごいな、お前。じゃあ結果、佐々木ミレー。3枚。佐々木ミレー、ニブラカリ金村美久の3。ニュー。3ニュー。いや、これまあまあ上々っすよ。次あなたの番ですね。まあどっちもいいっすよ。あ、じゃあ俺違う方引くわ。オッケー、わかった。そうね。あ、こっち。こっち。あ、こっちね。じゃあ行くよ。うん。いや正直ラジオの前だとさ緊張していつものタイミングあんま取れてない、ね。そうかもしんない。あ、でも確定。あ、いいいいいい、これ確定じゃない。全然いいよこれ。いいじゃん。で、あ、人来んじゃない。人、あ、これ来るわ。これ絶対来るよ。これ来るね。これ絶対来る。誰だろう。あ、来た。あ、持ってそうだな。いや持ってないかも。マジ。うん。誰だったこの子。関由美子ちゃん。もう卒業した子。あ、卒業してたの。そうそうそう、だからこれ一回もう卒業チェック外れるわ、これ当たったら。うんうん、だから1枚確定。いや、分からん、2枚かもしれないか、これ。いや、あるな、全然飛ばしたから。うん、飛ばした。はい。いや、ニュー1枚。そっか。あ、だ、1枚か、1枚か。あ、1枚だ。スクショ、スクショ、スクショ。でもあれだね、なんかまあでもまあ1枚ちょっと待って、ちょっと待って。なんでだから これもう卒業メンバーだから、関ちゃん、これ外さないと。外せんの。そしたら確率変だ。そう、そんなガチャの確率どんどん変えれる。いや、変えれるっていうか、もう一回関由美子が当たるかなんか。だから、あの確定で関ちゃん出てきたら終わりじゃん。うん、その確定が関ちゃんじゃないになるだけで違うじゃん。あ、なるほどね。そうそう、はいはい。確定ガチャの時に誰が出るかっていうのが取り出せんだ。そう。ありがとう。これで出なくなるから、関ちゃんが。じゃあ、はい、2回目。あなたはゲームより自分のやっぱ強くしたいんだな、彼。そのラジオ回してるけど、うん、そんなことより俺に勝つとかじゃなくて、ちゃんとカードを強くしたいっていう意思があっていいよ。いや、これすごいな。確定これ一回スクショしないか。こんぐらい派手だよ。こんぐらい派手だよっていう。本当に確定。これすごいな。多分ね、これね。これ中がさ、あ、いや、また一人出てくるんじゃない。うん、そうかもね。でもそこはやっぱあれがさ、おっ、よろしくお願いします。いないんだよ。持ってるんかい。なんでちっちゃくうなずくんの。ラジオさんぞ。うん、じゃない。確かね。分かった。これ2枚あるよ。あ、いや今飛ばしたのに。いや飛ばせないじゃん。はい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 。うわー。じゃあ飛ばしてみるよ。あ、ダメだった。まあ、出たのにな。
たのにね。ごめん、持ったわ。あ、持ってたんだ。じゃあラストいくよ。ラスト。とりあえず。で、ここで2枚出さないと追いつけないってこと。いや、そうね、追いつけないね。お、いや、絶妙だね。あ、まあ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 。出るからね。おお、なんだ。まあまあまあ、まあ、そこで振ってもらえてもね。まあ、桜。だから人来るわ、これ。飛ばしてみる。これじゃなくてさ、あ、人来るわ。人来るな。人来る。これじゃなくてさ、このパソコンとかあるやつの方がさ、持ってる。持ってない。しかも、うん、めっちゃ強い、斎藤冬香。マジ？じゃあ最高やん。いや、めっちゃ強い斎藤風花今回。ただ俺があんまり斎藤風花のカード持ってないから強くはならないんだよな。あ、スキルがめっちゃ強いだけで。あ、そうなんです。そう、2枚ぐらい。いや、でもどうだろう、飛ばしてみようか。そうだね。はい。ああ、最後の1枚だねこれ。まあまあまあ、まあ、まあまあまあ、1枚か。だから俺ミュウが2枚か。そうね。まあでも悪くないんじゃない。悪くはないんじゃない。じゃあ俺今度このままこっち引くわ。あ、オッケー。桜坂。じゃあ今度ロキちゃん。じゃあまあ関ちゃんと、斉藤風花さんと、うん、まあまあ一応かぶりだけど、ま、松田さんと。なんだと出た SSR の枚数は一緒か。まあね。じゃあ俺3分の3で3分の2か。そうね、ニューが。すごいな、お前は。俺ここやばいんだよな。ひどひど。ここがやばいんだよな。これちょっと。このシーン。これひど。これやばいんだよな、俺。いや、絶対当たんないよ、こんな、うん。飛ばそう、飛ばそう、こんな。うん、ほら。ダメダメダメ。やばいもんな。あなたこれあんましないよな。この土地方あんましない、しない、うん。ゼロみたいな。ね。いや、ちょっとこれ巻き返されるあるな、全然。あ、長いぞ、長いぞ、長いぞ。いや、そこ長いのね、あんね。まあまあ、これもわかんないな。いや、でも中主題歌、これなんもなかった。いや、これきついな。人出なそうだね。人出ないね、これ。いや、来ないよ。長さ的に、意外とね、そっかり人声しちゃう。声枯れてんじゃねえか。あったんだけどね。うわうわー、やばい、これきついわ。無理無理無理。今うわー、やべえ、巻かれるわ、このままだと。20連で0枚ね、生産で、とりあえず。うるせえよ。ちょ、近況報告で怒る。いや、ラスト。競馬とかできなくなるの。スポーツとかでも切れんじゃない。スポーツで1点入れられた。うるせえよ、そんな分かってる。野球とか。あ、まあ、今回派手、ラストね。ここでいらないんだよな、本当に。おー、まあまあ、人来ないわ。人来ないわ、2枚ぐらいある可能性あるからね。あ、そうなんだ。ここで3、4枚出たらもう、まあ、そうね。あ、どっかで。うわー、まあ1枚かな。飛ばす。あ、いや、2枚あるわ、1枚、ね。あ、そうだね。てんちゃん。おっ、2枚だ。うえーに、しかもニュー。うぃー、巻き返してきたな。いいね。最後の最後、ニュー2枚。ニュー2枚、山崎てんちゃんと藤吉かりんちゃんのニューを。何だお前。最後2枚。あ、これ5分の、今5です。しかも。すごいな。どうするあなた、次。いや、俺、あんたがさっき引いた方が引くわ。こういうのはちょっとね。オッケー。次、日向坂。結構。いや、これ行くすぎなんだよ。ほんと、行くすぎた。ガチャガチャ。じゃあ行くよ。頼みますよ、ハルトくん。そうだ。まあ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 、いいね。うわ、いや、今。あなた、ここ強いな。俺いる。行くよ。ここの演出強いな。俺は強い。あ、いや。いや、どうだろう。飛ばすわ、ここは。いやー。もう一個飛ばしてみようか。うん。いや、出てないわ。あんな強くて。珍しいな、あなた。珍しいな。え、あんな演出強そうで。そうね、珍しいな。あれ外れんだ。めちゃくちゃ珍しいな。いや、もうちょっと、不調入ってる。一気にやっぱ、スタンプ入っちゃった。いやー、マジやなあ。あ、やばい、もう20連で俺0枚。うわ、速さすごいな、しかも。速いね。あ、やばい、変なとこですか。レアの2は捨てた。レアの 2? レアの2は捨てた。え、これは入ってる？入ってない、入ってない。だってレアの2なんかすごくない？いや、すごくねえよ。あんなに引いてレアの2。まあ、確かにな、そうだね。いくよ、じゃあ、最後ね、確定のやつ。うわ、早い。いや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 。まあまあ、でも確定だから関係ないよ。まあね。ああ、でもまあ。飛ばそうか。飛ばそうか。やばい。あ、ミクが被ったんだ、あなたと。いや、マジか、俺、今ここで。SSR4 枚の、おい、2は。もうやめようか。いや、ちょ、お前なんで。ここまで来たら、走り切った方がいい。いや、だって、あなたがニューさんめっちゃ5分の5でしょ。俺は走るよ。いや、5分の5じゃん。あなたはストップしようかって話を。いや、じゃあ俺行けんだよ。危ない、怖い、今回。
バクチな感じする、ちょっとやっぱり。いや、ガチャバクチはやった。あ、バクチ間違えたかな。あ、いい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 。あ、いい、確定、これは来るね、これは来ますね。あとは、かぶりかどうか。いや、これね、かぶりになってる。かぶれ、かぶれ、かぶれ。はい、まあ、1枚ね、とりあえず。いきますよ、うん、はい、かぶった。でも、これレアの匂いだから、今度。あ、すごっ。あ、違う、SR のニューだから。すごい、あなた。あー、かぶったな、もったいないことしたな。いやーし、え、なんか、まあそうね、まあしょうがないけどね、ガチャに置いてかぶりとかは。いや、まあ、臭いな。フランク入ってる、フランク。フランクとかじゃない、フランク。お、いや、いや、これわかんない、これわかんない、これ確定なんだ、これ確定なんだ。うるせえな、俺だ。いや、でもね、これ確かにロードさっきと一緒だったんだよな。いや、でも確定よ、多分。ほら、ほら、おお、3枚 !3 枚えくいな。うわ、しかも3枚はすごいぞ。これゆっくり見ようか。うん、3はすごいぞ。これ3はすごいな。ニューだ、あれニューニューだ、ニューだ、すごい。加藤志保、お前すごいな、すごいな。社長でこんなガチャ見たわ。ねえ、待って、1回 4,5 枚あったよね。あ、5枚、5枚じゃん。5ぐらいでニュー3ぐらいのね。ああ、いや、まあしょうがないけどね、かぶっちゃった。もう一枚、ニューかどうかだよ。ニューこい、ニューこい、ニューこい、ニューこい。うわ、サイン入りのニュー。どっちだ、持ってない気、いや、ちょっと待って、これ京子かぶりん。あ、まあでもサイン入りだからね。まあまあ、サイン入らないけどね。びっくりした。うわ、でもめちゃくちゃ変わるね、これ。えぐい回だったんじゃない。いや、えぐい回だった。斎藤京子、3抜きの1入か。いやね、まあでもどんどんそういう率上がってくるから、ね、いや、そうなんだよ、細いとこ通そうとすると。じゃあ、はい、ラスト、うん、確定のやつね、確定のやつね。いや、これ出してほしいね、ここでは。出してほしいね、ニュー。いや、すごい、いや、逆にいいんじゃない。さっきのだって、このあれで、ね、これなんだ、これだったらね、人狂うわ、これ本当に。うん、あ、来たな。あ、持ってんじゃない、持ってんの。誰、誰これ。あ、これ俺その子友達から今度飯行こうって言って。あ、今これ持ってるじゃん。あ、金村美久だよ。あー、ミーパンか。あ、ちょ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 、金村美久だって。か、カーパン。いや、ちょ、ちょ、ミクティ。ミクティって言われてる。ミクシーみたいな。あ、俺そのミクシーの世代だから。うわー、ダメだ。うわー、渋。めちゃ渋じゃん。いや、お前さ、さっきから3枚消してくれないのがエグいね。申し訳ないぐらい。ちょっと一回途中経過見ようか。あと何枚、持ってないのか、残ってるのか。あ、まあ、それによってはね、その、あと1枚とかやったらさ、もう引かなくていいじゃん、正直。いや、そう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 、戦略変えていいから。そうそうそう、だから、それでちょっと一回、休憩、ね、ブレイキング。ブレイキング。また結婚式の続きしようよ。しねえよ。スタートしてねえんだよ、続きって。強く行かしてもらうけど、こっちも。強く行かしてもらう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、それ何枚持ってるか分かんない。12、13、14、15。桜坂の方が22分の15は当たってない。全然当たってない。あ、全然だね。で、日向の方が、桜坂ってあんたが今引いたやつ。いや、違う違う違う、今は日向坂引いた。日向坂引いたで、日向坂の方が、だ、日向坂だいぶ被って。そうだね、持ってんじゃん、だいぶ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。まあ20分の13。え、じゃあ全然持ってないの被ったの。そうだね、3全部ニューでもよかったのね。確率的にそうだよな。だって半分以上よ。まあ、だからどっちの方が率高いかって言ったら、でもまああっちだよね、22分の10。まあ同じぐらいか。あ、まあそうね。でも俺どっち引くかも決めたよ。いや、もう引かせません、あなた。え、なんで、だって勝負じゃん。でもダメじゃん。いや、お願いお願い。え、ガチで今出るよ。当てれる、ガチ当てる、いける、いける。出すしかないんだから。だから俺これでニュー3枚出すよ。そしたら一気に進むでしょ。いや、進む、めっちゃ進む。いい、行くよ。あー、桜坂の方ね、思ったよりも寂しくないね。行きます、ニューでの、ほら、ね、いいね、これはいいじゃん。まあまあまあ、1枚出るでしょ。かぶりかは分かんないけど。で、まあまあ、飛ばすわ。おにぃ、SSR2 枚、 SSR2 枚で、ニューか分かんない。まあまあ、これは全然行くよ、ニューよ、これ、ニュー。はい、まずニューね。おぉ、行きます。すげぇ、田村ほうの、うん、田村ほうのね、ちゃん。で、次ね、ニュー、これニューこい、あ、これじゃない、でニューこい、ニュー、で、それニュー2枚、ニュー2枚ね、これニュー2枚。そうだよ、これがあるからね、どうしてもいいんじゃない。
じゃあ飛ばします。で、匂い2枚すげえ。そう、だから俺、そう、ガッとこう、今だって瞬間わかる。ちょっと、はい、一回だからこれも尾崎里香も卒業メンバーだから外せる。外せるんだ。あと、ほんとカード強くしたいだけだな勝負より。さっきも言ったけどすげえ。え、でも覚えてる、ちょっと数あれ、ちょっと待って、覚えてる数。え、でも5枚とか、これ、ニュー。あ、そうだ、一回閉じてるから。そうそうそう。で、俺もさっきはニューゼロだ。あ、4かも、ニューが、俺ニュー4枚。あ、これね、これで、そう、今ので何分の 4? 俺ね、全然、7分の4とか。そっちはいいですか、ニューの数にしようか。そう、ニュー4枚。あとは5枚ってことだよ。最初3枚で、うん、いや、1 4枚じゃん。え、違う、ある。これ30連目よ、多分。5か5じゃない。だから今5、4、俺4。30連目じゃないでしょ、90連目でしょ。90連目、そうそう。3回引いてんでしょ。俺311のことあるよ。321じゃない。321かな。321かもね。そうだね。で、あなたが今4ね。4、俺が6か。じゃあ、俺全然これひっくり返すよ。いくよ、うん、20連目ね、これ、この回の、うん、まあまあ全然あるから、ね、まあ分からんな、これはまだ全然中身次第。あと中身何もなかったらきついよ。いや、まあどうだろうな、これ行ってみます。いやー、飛ばすわ。むずいんじゃない。うん、おニューモリア、モリアレナさん、ニュー。じゃあとりあえずニュー、これこの回3枚、ね、すげー。だ、出すって、だ3枚で、だ、でかいショって言ったっちょ、俺。うるせー、こいつうるせー。だから出すね。ちょっと待って、俺らガチャ引いてるだけやな、これ今面白さとか何もない、その今。あ、そう、全然ガチャ引いてるだけだもん、ね、ガチャの時でもボケれなくまあ確かにそうだね、そう、そうだね、確かにガチャがボケてくんないと思う。ガチャがボケ、いくよ、俺30連目いや、でも今熱いな、この俺の回。いや、今熱いな、この回、俺5だもんね。そう、これがニューで俺に並ぶかどうかだよな。でもニューなんか、その正直に2分あ、1枚か。どうなんだろう、飛ばすよ、うん。うまい。でもまあ3枚宣言通り引いたからね。いや、すごいっしょ。いや、すごいよ、どうする。いや、まだ行くよ。マジ。え、だ、どっちがちょっと一回、あ、でもこっち引いたか。いや、6対5でしょ。だから、あなたがさっき言った、まあ時間的なものあるし、ラストにしよう。ラスト30連ずつね、うん、ラスト30連ずつ。じゃあどうしよう。いや、こっちでもちょっと多く出ちゃったんじゃ。そうだね。じゃあ、あなたが、そうだ、こっちも有利かもしれない、確かに。そう、じゃあ、あの声の足音いきます。日向坂46。うん、すごいな、でもまだ半分ぐらいしか消費しないんだからね。あ、ほんと、でもニューだいぶ出てる。ニューだいぶ出てる。今回は当たりの方じゃない。お、いいかも。いいね、ひどい時あるもんね。やばい、かぶりばっかで。もう全然いい方やね、これ。7、8回、いや、そんな、いや、いや、でもあるあるある、ほんとに前回そんな感じだったかな。あなたと俺で弾いてて、いや、そう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 、あ、来んじゃない、来んじゃない、あ、来た、最悪。これ金村美久と結婚できる、結婚できるじゃん、俺このままだと。俺も言っちゃったからさ、そんなわけねえよは言えなくて。マジで一番なんかその、そういう目で見てる、俺は。必勝お前、え、ちゃんと応募者アイドル、アイドルとかじゃなくて恋人にしたいとか、なんかそういう目で見てる、俺は。必勝こいつ、もう嫌かも。いや、でもだから今日だけでも3回だもんね、金村美久ちゃん、これで。そうかぶりがね。いや、だからそういうもんよ。え、でも俺も1回、俺も1回、1回出てるよ。で、あなたに金村だ、4枚目で。これ全部ニューだったら熱かったのね。確かにそうだね。いや、そんなことはないからきついんだよな、やっぱり。いや、これきついかもな、人来なかったら。いや、こんなそうだね。そうだね。いや、これ無理だね。うわ、ちょっと待って、俺まだ1分の0だよ、この回。やばいよ、ニューは全然ない、6で止まってる。で、正直逆転のチャンスではある。で、そうだね、あなたが逆転チャンスだね。でもあなた正直さっき3枚さ、SSR に待ってきたじゃん。いや、あそこちょっと月が離されてる。じゃあ分かった、もう俺もう当てたいから、普通に、うん、この1回あなたに任せようかな。あ、なるほどね。もう俺運気ないから。あ、じゃあ俺あなたにパスしようかな。行くよ。うん、え、これ俺含まれる？いや、うん、含まれる、いいよ。あ、いい。じゃあ俺引いちゃう。俺その後やっぱ、あ、強くしたいからでしょ。なこいつ、自分の理解を。まあでも全然こんなもんがいい、ね、そう、いい。で、ここにパソコンがあって、そう、いいよ、飛ばすよ。1枚ぐらい行くんだ。いや、でもね、これね、ニュー1枚ある。1枚ずつ行こう、1枚ずつ行こう。おら、まずニューね、高本さん。これで俺並んだな。そう、俺並んだ。高本彩香。はい、ニューで、ニュー、富田鈴鹿。おお、すげえ、すげえな、お前。
よかった任せて、マジ俺やんなくてよかったわ。ちょちょちょ、負けてんのよ、俺76で。いや、しょうがない、だって俺はしょあなたの方が運気強いんだろう。最後はどうかだよな、あと行くよ、最後。うわ、3位の誰、これ持ってるかな、これ誰、高瀬真奈ちゃん、これニューっぽいぞ。ニュー、はい、3枚、すごい、ニュー3枚、ありがとう、ニュー3枚抜きはすごい。いや、ニュー3枚抜きは取っとこう。いや、ニュー3枚、SSR の高瀬、真奈さん、高本、富田の3枚。いや、すごい。ありがとう。いや、これはエグいっしょ。すごい、これはすごい。普通にすごい。で、あなたの最後。え、どっちがいいかな、大まっくりして。どう思う、まあ、確かに同じぐらいだったね、これで。え、枚数一緒ぐらいになったよね。あ、3、3で、うん。あ、そうね。まあ、6、8でも、あなたの勝ちはもう決まってるから、まあ、こっちにする。じゃあ、俺こっち引くわ。OK、分かった。行くよ、うん。このままちょっと。声の足跡、日向坂46で、あなたの最後の30連。行くよ。あ、やばい、使い切った感あるな。最後の一回ちょうだいよ。はぁ、次もダメだったら。あ、いいよ、まず一回飛ばしちゃうわ、うん。あ、え、俺と触った触って、あなたの分に入れていいかな、俺の最後の一回。あ、そしたらその運気マジ頼む。ここで1枚でも出たらでかいんだよな。そうだね、こう普通の30連の前の2回出したらでかいもん。いや、そうなのよ、そうなのよ、確定の前に出してる。いや、まあまあ、わからない、中身じゃない。まあ、さっきもそうだったしね。お、あ、これはあるんじゃない、これあるよ。あ、1枚ある、これ1枚ある、1枚ある。ただこれがどうかだよな、飛ばさない、ちょっとこれ、うん、いいよ、ラストの回、うん、いや、わかんない、いや、いいんじゃない、これでかぶりだったら俺にちょうだい。かぶりだったよ、ニューだったら俺引くから。うん、いいよ。あれ、あ、持ってるっぽいか。これ持ってたよ、加藤翔ちゃん、さっき当たったの。でも3位すごくない、今日。でもこの後あるよ、全然ニュー。そうだね、こうしてみたら。ああ、ダメだ、行く、あなた。あ、いや、あなた行っていいよ、うん、いいよ、これあんたに任せてあげるわ。ちょっとこの回もらったから、俺だから2枚今リードね。オッケー。で、あとは2枚これで匂い出したら勝ちだよ。頼む、最後の枚で、最後の、あ、え、なになに、ダメっぽい、まだまだ決まってない。いや、まだ分からない、まだ分からない、最後の1回。あ、まあまあ、当然確定だから、うんうんうん、そうね、じっくりやらせてもらいますよ。で、ここで何枚見えるかっていうのも大事。そうだね、金から意外と変わりやすいとかあるしね、白からもあるけど。あれ、1枚も見えてない。だからもう、これ1枚変わって終わりじゃない。でも2枚変わったよ、さっき。そうだね、あれ2枚変わったね。あー、最後の1枚っぽいか。臭いな、それ臭いな。うわ、臭いな。最後金だったもんね、これだ。ニュー誰、持ってんじゃない、ニューじゃん。いや、持ってると思うよ俺。いや、当たってはないよ、川田ひなちゃん、ニューだ。ちょ、これ2人でさ、今日15枚ぐらいニューはしたんじゃない。俺8のあなた7、15枚。おう、いや、まあまあまあ、大収穫ですよ。いつもよりめっちゃいいけどな、やっぱラジオしながらってのはあるかも、ね、あるかもね、なんか誰か見てたんかもしれないな。芸人力みたいな、ね、そうだよ、頑張って出そうみたいな。いや、ありがとうございます。今日はありがとうございます。いや、もう本当に大収穫していただいてありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。キモ、こいつエッチした後も言うんじゃない。ごちそうさまでした。キツ、こいつ。いや、でも今日そういうワード多すぎるんで。あ、そうか。じゃあね、まあ、だから次回もやろうよ。次回またガチャ来たら、まあちょっと動画でもお送りしたいね。あ、確かにそれはどうしても、うん、お前が、まあ、そこを売ったせいでできない。まあ、パソコンを売ってね、まあ、こう、あの、生活費に当てたいと思うんですけど、家賃とか申し訳ない。バイニャー、はい、さあ、お疲れ。